鎌やカンナなどを使って幹に傷をつけると、乳白色の漆がじわっと流れ出てきます。京都府福知山市の八久野町では、地元で採取される漆が江戸時代から巻絵などに重宝されていて、その採取する手法が丹波の漆垣として京都府の無形民俗文化財に指定されています。スタートからもうあの温度が結構高かったので、 今年はあの量が取れそうですね。丹波漆はさらっとして伸びが良く、透明度が高いことから、木目に独特の味わいを出せることが特徴です。丹波漆の書き取り作業は9月末まで行われます。